はい、どうも、キラノスキです。さあ、今日もやっていきましょう、メタロット。で、なんか、ちょっと時間空けてしまったんで、どこ行くんだっけ？ちょっと、ここ家だよね。どこ行くんだっけ？どこ行くんだっけ？ちょっと待って、お話ししましょう。あ、思い出した。学校行けって言われた。はい、学校だ、学校。実際ちょっといろいろあってね、一日空いちゃってるんですよ。で、だ、学校、ここだな。学校、教室行けばいいのかな？はい。ここだよね、教室。あ、自動で動いた。元気か、元気だ。先生は元気だぞ。俺も元気だ。そうだ、一つ注意することを忘れていたぞ。神社の立ち入り禁止の場所には入っちゃいかんぞ。ロボロボ、次は神社ですね。ロボロボ団が出るって話したからな。絶対に入っちゃいかんぞ。それと宿題は早めに終わらせるんだぞ。それじゃあ先生はプールで君たちを待ってるからな。プール行けってことかな。おはよう。へえ。公式のトーナメント大会ってのがあるんだ。チームに乗ったら調子に乗ってんじゃないよって。町内大会だ。分かったよ、神社で町内大会があるってことだ。3人は勘弁してくれるのか。元気っすよ、元気っすよ。おお。そうか、じゃあプールで待ってるぞっつったらプール行くか。確かプールって屋上にあったんだよな。そういえばこの辺りの部屋って入ったことなかったような気がする。学校にはお化けが出るんだよ。うん、知ってる。これは、あ、ごめんなさい。あ、バトル、わしが若い頃はだな。しつけが厳しくて。やだな。わしが若い頃って。うん、3体目の構成、もうちょっと見直したいっす。侍？行きます。あ、そうか。目の前のやつを攻撃するって言われたんで、どういうことかな、うん、コメントで言われたんですよ。殴る系は目の前をって。けど目の前にないんだよ、よく考えれば。うん。一番下を殴っちゃうのかなと思ったんだけど、そうでもない。あれ？じゃあさ、殴る系を一番上に配置して、っていうのが一番いいのかな？侍系もかっこいいな。左でこれだ。なんか初めて見るメダロットだ。右腕はこれだ。スナイプライフルでいいかな。でもう一回メガトンパンチの、あ、間違えた。シールド間違えた。間違えたよ。キャック壊れたし。え？え？え？間違えたんだよ。パーツ壊れてるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、殴る攻撃でビームってどういうことだろう。まあ、だいぶそれ同じこと言ってる気がする。やばいよ。ライフルで、せーの、足ぐらい壊したかった。で、ちょっとグレートシールドで守っておいて、で、ライトアクス、それから、リニアカノン。よし、
守るが先に発動してくれてよかったけれど、なんかこれで左腕も左腕、よかった、うん、左腕もすぐ壊されそうな気がするけど、もうやばいよこれ、ハンマーいって、ハンマー斧じゃないのあれ、ライフル、そろそろ足行こう、まだか、ライトアクスで、グレートシールド、ガトリング、そろそろ、あ、よかった、うん、けどこいつのシールドそろそろやられるよ、ほらもうカバーに入れないし、はいよ、コードパーツ壊れたし、どうしよう、そろそろ足壊して、23、まだか、クリアシールドでライトアクス、やば、結構ダメージ食らうよ、やばいな、当たってくれ、うわっ、クリアシールド、そろそろ脚部もやられるんじゃない、まだ大丈夫か、でライトアクスで、困ったもんだ、これが当たってくれればまだいいんだけど、クリアシールド、そう、当たらねえし、脚部で防御しよう、そろそろ足壊れるし、壊れたい、あと頭だけ、ライトアクス、クリアシールド、ジニアカノン、またかわされるかな、そろそろ破壊、まだか、ライトアクス、え、よし、けどそろそろさ、ちょっと、うん、こいつやばくないかな、頭に90ダメージ、当たってください、お願いします、当たってくれさえすれば、あっ、マジで当たらねえ、腹立つ、お願いします、援護お願いします、援護お願いします、今日そろそろ援護期待やばいんだけど、あ、
ごめんなさい、援護機体死んだ、死んだじゃない、死んだ、気絶、気絶、壊れた。鑑定の結果は、マジかよ。頭パーツクリアシールド取られた。もうちょっとで勝てるんだよな。あ、よかった。もうこいつにちょうど良さそうなエアバッグ。またちょっと後でクリアシールド買いに行きます。問題はね、ちょっと待って、これをこういう風に、あれ、こうだよな。それでちょっとこいつの構成を見直そう。だったらこれ打つ系にした方がいいのかな。打つ、なんか打てる系はサブマシンガンかアサルトライフルにしとこう。さて、もうちょっとで勝てたような気もしないでもないんだけど、とりあえずプール行くよ。あれ、プールってここじゃなかったっけ。あれ、あ、違う、プールは下だ、下。なんで屋上にプールがあるなんて思ったんだろう。下だよ、下、下だよ。ここだよ、こっち。あ、来たよ。まあやっぱり夏はプール、けど実際には今は12月っすよ。え、夕日に向かって走る。あ、これで、なんかちょっとミスったような気がしてきたぞ。で、こいて、こういう構成でどうでしょう。守るの君ら。うわ、相当うるさい。ちょっとこの、どうしよう、ライチコイ、バトル終わるのに相当時間かかるような気がする、これは。てか、どの機体が守りに来てるのか分かんないよ、これ。はい、また守るの？また守るの？けどいいな、これ。なんか、2期目のね、ケルディオさんの装備、これでもうちょっといいのに変えられたらいいような気もしないでもないな。あ、そうだ、クリアシールドどこで買うんだ。どこで買ったっけ。なんかちょっと何、守るだらけで、で、はい、分かったよ、もう。もうどれがどれを守ってるのか分かんないよ、これ、この構成だと。相当バトルの時間かかるような気がします。
あ、一番下が片腕がなくなってるのか。はい、どれがどう守ってるのか分かんない。多分今の2番目。はい、もう守る時間かかるな。時間かかるこのバトルは本当に。で、今度はどれが来る、どれが守りに来る。今度来たのは1番目かな、多分。一番下は片腕がない。それは分かった。脚部。あとこうやっても、一番上がドイツを守ってるかが分かれば、あ、ドイツを守ってるってわけでもないのか。あ、じゃあ2番目3番目を攻撃した方がいいってことか。そういうことだ。何を考えたんだ。ミスったな。そうすればどっちかが一番上に当たる可能性があるということで、そういう風に来るんだ。あ、右腕がやられた。1番上を攻撃するんじゃなくて2番目3番目を攻撃するべき。分かったよ。じゃあ例えばこうやってこの方がいいってことか。これでまあいいや。右腕も破壊したいな。で、こうすると多分ひょっとしたら一番上が守りに来て、一番上じゃないかと二番目か。殴る攻撃ハンマー。そろそろやばいような気がするんだけどな。左まだ大丈夫だった。まだ持ってくれた。もう長いよ。そろそろ本当にケルディオさんがやばいような気がした。手か足が、ああもう、小山、いやもうエアバッグ。この頭はどういう攻撃なんだろうな。やべ。あれ、両手がなくても殴るができるってことは、頭は殴るか。
け。そろそろ壊れてほしいな。なるような気がするんだけど、あ、もう何もできなくなってるし、困ったな、本当に困ったな。全然一番上の機体壊れねえじゃん。防具集めた方がいいような気がしてきた。うん、両腕のやつをねこいつに装備させれば相当強くなるんじゃないかな。どうなんだろう。一気だしこれでいってみるか。で例えばこんな感じ、やってて思うのは一戦一戦がすごいメダロットって長いのね。だから動画にするともうバトルしてるだけでバトルね今回2回しかしてないのにもうこんな時間経っちゃってるわけだ。ちょっとねバトルしてるだけで1本の動画が終わっちゃうような気がするんで、ちょっとこの辺りどういう風にやっていくか考えていかないとな。もう一回トランプでアサルトライブ、せーの。こういう時殴るでもまあいいかも。狙ったパーツはすでに壊れていた。
この辺りの敵にはもう苦戦することなくサクサク倒せるようになってきたね。よいしょ。じゃあちょっとしばらくここ通って先生とバトルしよう。それでちょっととりあえず神社行きます。行けるようになってます。あ、行ける行ける。ここでロボトルの町内大会があるんだよ。綿あめめちゃくちゃ軽いぞ。ほう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 。こっちにはコンビニないの？花火なんか、ああ、なんかくれるわけじゃないんだ。お面買ってけ。買ってけって、安いよ、うまいよ、何が。何？どこで買う？ありがとう、ブラストガン。ほう、なかなかいい。ちょっと待って、ブラストガンとかさ、パーツ、これか。継続、これだな、継続、殴る、なんか、どうだろう。こいつに合うかな。あ、合わないわ。とりあえずこんなんでいいや。いや、合うかどうかわかんないけど。そんで、この上まだいけるのね。帰ったら花火やるんだ。こっちは、あ、はい、そんだけ。お、びっくりした。中吉、なんかもらえるのかな。そんだけかい。で、ここが町玉屋。誰だっけ、ライバルの二毛作いる。ロボトルのトーナメントは町内大会、地区大会、本大会の3回ある。一つの大会を勝ち進めば次の大会に進めるんだ。まずはお手本代わりに僕の戦いを見ておくといい。はい、誰と戦ったんだ。誰、何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 かいるんだ、この上に。ライバルの二毛作ゆきって初めて出てきたような気がする。あ、立ち入り、はい、というわけで、まあ、今回はね、こんなところで一旦終わりにします。ちょっと時間外使って学校で、学校で装備集めやっとこうと思います。で、ちょっとゲルディオさんのね、頭が破壊されちゃってるんで、クリアウォーターの頭をどこで買ったっけ、まあそれも買っといて、ちゃんと装備の見直しやっていこうかなと思います。というわけで、まあ今回この辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。